いもの、おっかいもの、ご主人様とおっかいもの、にゃー。最近はご主人が全然お買い物連れて行ってくれなかったから、ショコラのテンションが青天井、にゃー。バニラだって実はウキウキしてるくせに、ほら、ほっぺふにふにしちゃうぞ。おい、そこらくすぐった。にゃん、ダメ。しぐれちゃんとご主人様じゃ全然違うんです。はあ、ご主人はほんとご主人たる自覚がなくて困る。ショコラが不憫。しぐれちゃんもご主人様だけど、しぐれちゃんはしぐれちゃんなんです。だからご主人様はご主人様なんです。全然違うでしょ。ないけど熱意は伝わる。さすがはショコラ。パチパチパチ。ご主人様、シャンプーはこれがいいってしぐれちゃんが言ってましたよ。これ毛並みがサラサラになるし、すごく甘くていい匂いがする。かわいそうに。猫虐待で通報した方がいいんじゃないのかしら。あれ、ご主人様とのお出かけは楽しいです。思わずニャンニャン言いたくなっちゃいますね。私たちのものは何も買ってくれなかったけど、ご主人ケチ。あっちからすごくいい匂いがする。本当だ、すごく香ばしくていい匂いがします。ご主人様、いらっしゃいませ。おいしい出来たてのたこ焼きいかがですか。熱々で鰹節たっぷりのたこ焼きいかがですか。このたこ焼き屋さんだ。珍しいですね、ご主人様。本当だ、小さい子猫ちゃん、かわいい。
姉ちゃんだ。私と一緒だね。にゃんにゃん。うん、一緒だね。にゃんにゃん。喉ゴロゴロしてあげちゃおう。ゴロゴロ。子猫は無邪気で超可愛い。半端ない。私はなでなでしてあげちゃう。なでなで。すみません、うちの猫が。あの猫ちゃんたちの飼い主さん。すごく可愛くてお利口な猫ちゃんたちだね。愛想もいいし、言葉もしっかりしてるし。うちのはまだ7ヶ月なんだけどね。もうちょっとしたらあんな風にちゃんとしてくれるのかな。いいご主人様なのね。あ、でもご主人様はご主人様なんです。しぐれちゃんはしぐれちゃんですからね、ご主人様。通訳すると、しぐれは大事な友達、ご主人って呼ぶのはこっちのご主人だけってことで。愛されてるんだね、ご主人様は。お腹空かせて寄ってきてさ、そのまま拾って、今じゃ自分の娘みたいなもんになってさ、店まで手伝ってくれるようになってね。人型猫が流行したこともあったけど、普通の猫の何倍も飼うのが大変だからね。のない連中ばっかりで嫌気もさすけど、でもそいつらのおかげで可愛い娘に会えたのかなって思うと、なんとも言えないけどね。ツンデレ実験はいいものですと言ってるだけのことある。
じゃあこっちにあるメニュー好きなトッピングと味選んでね。うちの猫が遊んでもらった分サービスさせてもらっちゃうよ。やーい、ありがとうございます。ショコラはマヨネーズかかってるのが好きです。ありがたくいただきます。ペコリ、私は明太子チーズがいい。猫パラ。